はい、西田製作所です。先日ですね、神田翔海さんにご招待いただきまして、神田翔海さんの新スポット神田ギターベースにお邪魔してきました。神田翔海さん取扱いの3ブランドのギターアンプいろいろ弾いてきました。まずはトーンキングです。マーク・バーテルさんによって1993年にアメリカで設立されたブランドです。すごくこうアメリカンクラシックなテイストを感じるアンプたちです。はい、まずトーンキングのファルコングランデですね。非常に可愛らしいデザインで、なんかテレビのような往年のね、ブラウン管テレビのようなデザインで、コントロールもボリュームトーンと、あと、リズム、ツイード、リードっていう3種類のボイシングと、まあ、リバーブがね、フェンダーのバイブルキングとか、あの辺と共通するような感じで、デュエルとリバーブのミックスのコントロールがある、そんな感じの1台です。次ですね、一番小さいサイズのトーンキングのグレムリンというモデルです。もう潔くワンボリューム、ワントーンで、まあ、一応後ろにアテネーターがついていて、まあ、結構ボリュームを上げた状態で音量を絞ることも可能なようです。でリズムとリードの2種類のインプットが、こんな感じですね。ちょっとリードから弾いてみます。シンプルでいいですよね。ちょっと上げてみようかな。トーンキングのインペリアルマーク2というモデルです。過去にですね、インペリアルの初代のモデルは、マスターボリュームつけたりとか、そういったモディファイしたことあったんですけれども、こちらはなんとアテネーターがついてまして、あとまあトレモロとかついててですね、なんかちょっとブラックフェイスの頃の、プリンストンとかその辺を意識したような作りになっています。では弾いてみます。のバイアス揺らす方式ですね。やっぱ音聞いた感じが下がった時にグッとこう少しちょっとこう歪むというかざらついて下がっていく感じが、てかでも
あれですね、めちゃめちゃ遅くできるのすごくいいですね。結構フェンダーのトレモロとかを遅くできませんかって要望すごくあって、まあ、遅くできるんですけど、その遅いか揺れの感、このぐらいの、このぐらいの揺れ感が、うん、あるのはいいかな。はい、次のご紹介はモーガンのアンプですね。モーガンアンプリフィケーションは96年にジョー・モーガンさんが創立した会社で、モーガンさんの望むかっこいい音を作るというコンセプトで作られているアンプであります。はい、続きましてモーガンのを紹介します。こちらは PR12 ってプリンストンリバーブを意識した感じの作りになっていまして、シンプルにね、ワンボリュームでトレブルとバス、そしてリバーブが、リバーブのコントロールとデュエルのコントロールという感じになっています。じゃあちょっと弾いてみます。次がですね、 MVP23 というモデルで EL84 のプッシュプルって感じで、ブリティッシュとアメリカンのサウンドの中間を狙ったような、どっちにもいける感じですかね。そういう感じを狙ったもので、パワーのコントロールは多分電話使える感じなんですけど、これで音量がコントロールできる、そんな感じになっています。はい、次はモーガンのツイード20というモデルです。これはですね、ブライトスイッチなかなかおしゃれで、太陽がブライト、月がブライトオフになっています。あ、ブライトになる。あ、なるほど。おしゃれですね。なるほどね、ブライトスイッチ的な感じってところですね。なるほど。で、今弾いたのがツイード20というモデルで、まあデラックス、ツイードのデラックスとかを意識した感じですね。なかなかこれもやっぱり 6V6 の多分 15W ぐらいの出力って感じですよね。あ、でもボックスっぽい。カット逆だ、聞きが。でもボックス好きなんで、すごいちょっとこれはツボかもしれないですね。これ色、この AC だけこのちょっとブラウン。あ、これ2種類色出てるんですよ。あ、ツーカラー出てる。どっちもツーカラー出てる感じな。あ、そうなんですね。あ、なるほど。あえて AC 系はこっちの色にしてみただけです。ああ、なるほど。確かに AC30、まあ15でもこのちょっとタンの色っぽいのありますもんね。実際。これでもどうやって貼ってんだろう。いや、貼るのもやるんで、ちょっとね、興味はあるんですよね、どうやって貼ってんだろうって。そうそうそう、普通のトーレックス貼ってんのはこう貼り方は見れば
あ、こうやってんだなって想像つくんですけど、ちょっとこの生地自体が見ないんで、そう、どうやって貼ってんだろうなっていう興味もすごくあったりしますね。さあ、さっき引きました MVP23 のパワーアップ版って感じの MVP66、 KT66 日本で 50W の出力らしいですね。で、コントロールの構成基本的にほとんど一緒なんですけれども、フルブライトが追加されています。ですね、あのトップブーストの2チャンネルになったデュアル20ってモデルですね。ノーマルチャンネルでベースとトレブルとブライトが。ですよね、リンクできるとちょっと面白いかなって今思ったんですけど。あ、キーがあのいわゆるトップブーストならではの。あ、でもいいな。これは2発とかですか？1発、あ、1発なんですね。GGH、 なるほど。あ、じゃあ基本一発ですね、全部。あ、なるほど。そっか、2発は収まらないか、幅的に、なるほど。あ、でもいいな、もうは。次のご紹介はレブアンプリフィケーションです。2014年に創立されたカナダのメーカーで、リアクティブロード搭載など割と多機能を謳っております。特にランチボックスサイズの G20 が一頃話題になりました。この度神田商会さんで正規輸入販売されることとなりました。あれか、エフェクトはエフェクトループも使ってくださいって感じですね。そうですね、後ろにセントリターンがいますので、でそれにつないで何かって、あ、ゲート効いてますね。効いてますね。キレのあるリフを弾くときとかに使うんでしょうね。そういうのできないですけど。なるほど。リバーブは後ろで弾く感じですね。で、チャンネル変えても、あ、そうですね。割とこの辺は今時のあのアンプに多いパターンですよね。そのチャンネルで覚えておくっていう。もう各自で動いてるって感じなので。そうですね。だからこれもまたこれで入れて。あ、でもこれ
キャビつながないでヘッドホンでちょっと大きいですけど、これでこう使えて、で、まあ、現場持ってってキャビ鳴らしてみたいな感じはありですよね。そう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 、もうちょっとその結構そのだんだんやっぱり他のアンプメーカーもちょっとこうキャビ染みつけるならおまけっぽいのじゃなくて、ちゃんと割とがっちりめのものをちょっとつけないと、スタジオユース の、 あのレコーディングユースで使えるようなものをっていうことでしょう、ね、そうですね、そうなってくるんでしょうね。なるほど。一つ思ったのがすごくあの3チャンネルのって割とチャンネルの切り替えた時の音が結構一貫性ないのとか多いんですけど、これは割とキャラに一貫性がありますよね。なんかそのなんだろう、切り替えた時になんかちょっとこれとこれだとつながらないよねっていう、音楽的につながらないよねっていうのはあるんですけど、そういうのない感じがしてそこはいいなと思いました。これだから結局キャビつながこれ、まあ、これもそうですけど、キャビつながないで、トゥーノーツのトーピドと同じような感じでアウトできるっていうことですよね。なるほどなるほど。このサイズだったら机にポンと置いといて、なんかインターフェースと一緒に並べて、で DTM 環境でっていう使い方もできるっていう感じですよね。で実際 20W 出てれば、おっと、で 4W の切り替えと、はい、そんなわけで戻ってまいりました。3メーカーちょっとそれぞれの色があって、面白かったです。大変特にね、モーガンはいろいろ質感が良くてですね、出音も良くて、かつやっぱりバリアブルに電圧変えてワット数が出力が変わるっていうところが非常にポイント高いなと思いました。3つとも、総じて言えてる傾向として、小さい音でも鳴らせるような工夫がそれぞれされてるって感じでしたね。トーンキングだとリアクティブロードで、モーガンだと電圧をね可変させて出力を変える、でそしてレブだと、まあ、リアクティブロード、まあ、もろにですねトゥーノーツ の、 リアクティブロードを搭載しているので、間違いないという感じがすごくしました。まあ、やっぱりちょっとね、日本の住宅事情、そしてこのコロナ禍における演奏活動などの制限とかを考えると、よくできてるなと思いました。そして神田翔海さん、ありがとうございました。大変ですね、充実した一日を過ごすことができました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思いましたら、ぜひ高評価お願いいたします。また皆様、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。